一回ちょっとあれですね、バイオフリーズで流してあげる方がいいかもしれないです。やりますね。ヒンヒーローなので、うん、ヒヤッとします。面白い。でも最初よりも全然あの柔らかくはなってますよね。流れやすくなってるんで。そうですね、うん、ノーマル痛いになってきました。はい、ここが痛いですね。痛い、うん、結構目の疲れもあるんじゃないですか。ああ、そうかもしれない、うん。押せてる痛みですよね。あ、はい、こう流れて、あ、ちち、うん、さっきの気持ち悪い感じは減ったんじゃないですか。あ、そうですね、はい、違和感はなくなりました。はい、あ痛いですねすごい気持ち悪い感じ、ね、あーですね、なくなりました。はい、ノンバル痛いです。普通に痛いってことですね。はい、で結構多分こう手先とか肩とか力が入っちゃってるんで、うん、それが抜けてないから終わっててもまだ腕が張った状態になってるんですよね。ああ、うん、残った状態が蓄積していってしまうっていうことはしっかり休めれてないというか。ここですよね。うん、うん、ここかな。いい感じ。今だと痛みあまりないですかね。ないです、はい、肩の位置がそもそもこうちょっと前に入ってずれちゃってるんですよね。あ、だからあの、まあ、うまく収まってない分余計な力が入ったりとか、うん、そうですね、うん、こう胸も張ってきたりとかしちゃうんですよね。ちょっとなるべく
けど、痛いですけどね戻してあげたいですけど、肩がまず上がっちゃってるのでうまくこうはまらないというかね、やっぱ正しい位置に来てないと筋肉に変な張りが出たりします。やっぱその部分的に余計に発達してしまうというか、力が入って、まあ、膨らんでくるような何ですか、発達してなんか格好が太くな、腕が太くなるなとか出てきますよね、うん、でもさっきよりどうですか、痛み減りましたかね。はい、はい、まあ、この辺もさっきよりだいぶいいかなと思うんですよ、うんうん、どうですか腕の感じ、ちょっと左右で比べてみてください。あ、まず軽さが違います。だるさ取れてきてますかね、痛みというか、うん、これだったら寝れますね、うん、寝れそうですか、はい、ちょっと見舞っていきますね、半身だけ寝すごいスースーしますね。あ、そうそう、スースーとしますね。ぬるしっぷみたいな。そうそう、あ、でも本当まさにそういう感じです。あ、はい、痛みを和らげたりとか冷却作用があるとか。あ、そうですよね、うん、なんか終わった後もちょっと、はいはい、気持ちいいです。はい、炎症を沈めて。あ、はい、へ、こっちもここがカチカチですね。うん、こっちの方が寄りそうかもしれない。だから痛いんですね、きっと。ここガチガチです。うん、もう真夜中とか腹立ちますね。ね、痛くて腹が立つ。腹立って腕ブンブン回すんですけど、意味ないんですけど。そうです。ここを緩めてあげないとですからね。もうピンピンに張っちゃってますもん。あ、ではやっぱ気になるし辛いですよね、はい、もうちょっと抑えるだけで痛いですよね。痛いです、うん、やっぱちょっとかなり抵抗が強くなっちゃってますね。あなんかもうぎくしゃくぎくしゃくしてますもんね。そうそう、なんかもうネットでいっぱい調べました。腕しびれるみたいな。ああ、はいはい、そしたらなんかほっとけば治るっていう人と、脳の病気だから抜いた方がいいみたいな。多分筋肉すって脳じゃない人も普通に硬いですから筋肉が。ところで本間さん、はい、何か告知などありますでしょうか。あの仕事の告知はないんですけど、はい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はい、よかったらフォローしてほしいんですけど、はい、名前が青井美琴っていう。ああ、そうですよね、そう、はい、名字つけました、はいはい、つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください。あの貼りますね、あの青井美琴、ね、アンダーバーでしたっけ。あ、そうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青井、そこは見事でアカウントですね。はい、はいはい、ですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真もあったりですね。ですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ、はい、はい、はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では今日もありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございます、はい、この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。 See you.